中学受験生の皆さん、こんばんは。家庭教師ノアの飯塚です。今日は5月17日火曜日ですね。中学受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。今日は夕方、大雨がね、随分降ってしまいました。東京地方の方はですね、このね、雨だとね、僕もね、昔家庭教師をね、学生時代とかやった時思い出すんですけれども、夕方雨降るとですね、ちょっとね、家庭教師の先生としてはね、移動に時間がかかってしまってですね、結構ね、憂鬱な思いでね、家庭教師のご家庭に行ったことを僕も思い出しますが、今日ね、先生たちどうもご苦労様でした。ありがとうございます。でですね、中学受験生の皆さんはですね、5月ゴールデンウィークも終わって、今またね、勉強をちょっと頑張んなきゃなって引き締めている時期かと思うんですが、ですね、もう今日5月半分を過ぎてるでしょ。7月の20日っていうのがですね、一つね、大きいね、区切りなんですね。これでね、学校1学期普通終わりますので、残り60日なんですよ、そこまでがね。で、この60日の間にですね、基本事項をしっかり固めておいてほしい。ここをしっかり固めとかないとですね、受験生夏の陣である夏休みにね、勝負ができなくなっちゃうわけですよ。で、夏休み勝負は何をするんだっていうとね、一番はですね、過去問なんですね。第一志望校の過去問をね、夏休みの出だしのところから着手できるように、特にね、算数、国語、ここの2科目はですね、着手できるような基礎学力、これをしっかりとつけといてほしいなというのがですね、今皆さんが残り60日でやらなければいけない重要な勉強なんですね。それをね、最重要課題にしてください。で、もう少し具体的に申しますと、ノア式予習シリーズ学習法でやっている内容に例えるならば、予習シリーズの5年の上下ですね、この2つ、あるいは国語も予習シリーズ5年の上下の基本と応用例、応用問題、ここのね、部分をですね、しっかりと穴がないように全部こなしておいてほしいなと思います。で、そこだけでね、合格できるんですかって言われるんですけど、もちろんね、志望校にもよりますけれども、予習シリーズの5年の上下をしっかりクリアすればですね、一般的に難関校と言われている学校でもですね、あの、学校の難易度にも多少よりますが、基本的には御三家総計以外の学校であればですね、70% の合格最低ラインのところには届くようになっていますので、5年の上下の予習シリーズの算数、これをですね、6年生の子もしっかりとやってほしいなと。6年生であれば一般的に6年の上とか今やってるじゃないですか。そこが難しくて、手こずっている。こういう子はですね、意外と5年の上下のところすらね、しっかりとできてないというところがありますので、まずですね、家庭教師のね、生徒さん、あるいは中学受験の生徒さんはですね、そこのところしっかりと5年の上下に特化してですね、穴がないように、受験で合格する人はですね、難しい問題が解ける人が必ずしも受かるわけではないんですよ。基本的な問題をですね、早く正確に、この2つですね、できることが第一志望校に合格していける。